リールに糸巻くときって一体何回巻けばいいんだろう。北のロッキーチャンネル。どうもロッキーでございます。おばんでございます。えっ、ー、と今日の動画なんだけれどもズバリえっ、ー、とあのリールに糸を巻くときに一体ハンドルを何回回せばいいんだろうっていうお話したいと思います。でまああのもうちょっと具体的に話すんだけど今ここにあのシマノの えっと、サーフリーダー3号っていうリールがあります。で、これなんだけど、あの、これに例えば、えっ、ー、と、ナイロン5号を200メートル巻きたいっていう場合なんだけど、あの、これメーカーに、あの、ちゃんとあの、えっ、ー、と、詳細が書いてあって、1回転回すと、 何センチ巻き取るかっていうのが書いてあります。ちなみに、このシマノのサーフリーダー35極細のものは、1回転させれば、83センチ、ここに、スプールに、糸巻きに巻き取ることができます。じゃあ、200メートル巻くには、これ何回転させなきゃいけないかって。これね、計算めちゃくちゃ簡単です。はい。 まず皆さんあの電卓何でもいいんですけど電卓出していただいて画面汚えなまあいいでしょうはいまずえっと200メートルをセンチに直すと2万なんですよなのでまずこれ1101001000万2万ってまず入れますはいで続きましてこれ割る割るを押してくださいはいで割るを押したら次に1 回転で巻き取る、えっと、センチ数を入れます。えっと、今回のこいつの場合は、83センチなんで、で、あとイコール押せば、はい、240.0だなんだかなんだって出ました。はい。ということなんで、えっと、シマノのサーフリーダー、3号極細、ね、これは、えっと、240回巻けば、 200メートル負けるって計算になります。はい。なんだけど、あのー、こういう表記がね、ホームページとかにないリールとかの場合って、皆さん気になるでしょう例えば、俺これ、うーんと、釣り具センターで、これ、えー、っと、1クッパーだったかなって買ったんだけど、あの、ロックオンサーフ3ってやつなんだけど、なんだけど、 これ一回転で何センチ巻き取るか分かんないのよ。あの、ホームページも何もないから。それ調べる方法めっちゃ簡単です。まず、えー、っと、こういうふうに柔らかいメジャー、メジャーを用意します。はい。これあの、一応、スミスっていうメーカーなんだけどね。まあ、あの、南ちゃんのとこれ100円で買ったんだよね。でそれをまず、ここのスプールの、 この、径を測ります。スプー、スプーに巻きつけて。で、まず巻きつけると、はい。えー、っと、約10センチっていう結果が出ました。はい。で、次に、あのー、じゃあこういう柔らかいものが、ない場合は、はい。ちょっとすごい、これ原始的なんだけど、紙。はい、紙。紙があります。この紙をですね、 あのー、こういうふうに、ね、細長く切ってください、こ,これあの、コピー用紙なんだけどね。チラシでも何でもいいですよ、ね。で、紙を切りまして、そして、この紙を、ここのスプールにこう巻きつけます、こうやって。はい、巻きつけますよ、と。ちょっと雑だったけどね。で、こういうふうに交わったところ。はい、交わりました。すんげえ大雑把だけどね。 で交わったところをハサミでカットしてここでこのサイズをあ破けちゃったまあいいや、うん、あのもう一発撮りが慎重だからね、はい、でここを定規で測るとただまあ血管同じなんでとりあえず1 0ンチっていうことになりましたでその次にじゃあ1回転1 0ンチってわけじゃないんですよ あの、ギア比ってのがあって、例えばなんだけど、今、今これまっすぐじゃないですか、ここ。こ、こからね、今レバーがここにあって、ここに、あのー、ラインローラーがあるでしょこのラインローラーが、1回転で何回転するか見ててください。いきますよ。1、2、3、4、五 5, 5、5だね。 なんでこれは1回転で5 0ンチ巻き取ることになるんですよ。っていうことなんでえー、っとこれにもしえー、っとメートル巻きたいんであればまた110100,000万2万割るえー、っと1 0ンチのえー、っと糸巻き1 0ンチの5回なんで5 0ンチなんですよ。 50なんで400 200m 回巻くと200巻けるっていうこういうあのー、ちょっとね豆知識なんだけど意外と知らない方知らないんであのー、これを覚えておいてください。で必ず、あのー、ギア比ってものがあるんで1回リールを巻いた時にこいつが何回、あのー、回転するかっていうのがギア比。 だったな、確か。よくわかんねえや。まあ確かそんなもんだよ。もう一回やるんだけど、これね、あの、一回転で、一回巻くごとに5回回るんですよ、これ。えー、っと、1、2、3、4、5。5なんですよね。なんで50センチです。はい。なんで皆さんもぜひ、自分のリールが、一回転するごとに、 何センチ、何十センチ巻き取るかっていうのを計算しとくと、あの、例えばあの、200メーター置きいとかで売ってるラインだったらいいんだけど、例えばあの、俺がよく使うような、あの、ね、アトミックスライダーの3000メーターとかだったら、あの、何回ぐらいハンドル回せば、200メートル。結構目分量でもスプールピチピチまで、や、やってこれぐらいでいいやっていう人もいるんだけど、あの、結構まめな人もいるんで、 200m ピチッと巻きたい人は2万割ることのえっ、ー、といその巻きたいリールの1回転の巻き取り量で計算してください。で、もしあのこれが300だったら3万割ることの何菓子っていうふうに計算してやってもらえればあのリールにちゃんとあのまあ誤差はあると思いますけどもおおよそのご希望のメーター数巻けると思うんで ぜひこれやってみてくださいってわけで「キタノロッキー」の豆知識でございました。したっけ